彼は彼女にそうではないのかと質問する。彼女はある考えを提案し、しばらく彼らを観察すればいい、すぐに答える必要はないという。彼女には十分すぎるほどの忍耐力がある。しばらくしてイェちゃんはバッグを持って道を歩きながら、舞踏家の意味と才能とは何かについて考える。才能のある舞踏家は舞踏家の創設使命をまだ覚えているのだろうか。そして彼らは人々を守るために存在しているのではないのだろうか。近くで子供たちがサッカーをしていて、彼らのボールが門番に向かって転がる。子供の一人がボールを蹴って返してもいいかと尋ねるが、門番は代わりにサッカーボールを叩き壊す。イーティエンはなぜ彼らは一部の舞踏家の抑圧と獣への恐怖に耐えなければならないのか疑問に思う。その後、イーティエンは建物の上に立ち、現在の地位が十分ではないことを反省する。彼はさらに強くならなければならない。ステータス・ウィンドウに高位の修行の才能がコピーされたことが通知され、融合するかどうか尋ねられます。彼はもっと高い目標を目指さなければならないと決心し、融合を確認します。しばらくして、彼は家に着き、家ユに帰ってきたことを伝えます。彼女は急いで彼のところへ行き、抱きしめ、彼がようやく家に帰ってきたことを喜びの声を上げます。彼女は、彼が留守にしていた二重加冠で、彼はずっと強くなったようだと言います。彼はすでに舞踏家なので当然だと答えます。彼女は舞踏家とは何かを尋ね、家家に舞踏家ができたと言います。彼女は喜びに飛び上がり、このニュースは素晴らしいと叫びます。彼がソファに座ると、ステータスウィンドウがポップアップします。彼は、彼女の才能が目覚めたら、彼女も舞踏家になり、互換性のあるアイテムを見つけて彼女の才能を高めるのを手伝い続けるだろうと考えます。ステータスウィンドウには、人間のイーユの修行の才能が中級で、氷の才能が初心者の覚醒段階にあることが示されている。彼女はハサミを持って彼を舞踏家の兄弟と呼び、彼に髪を切ってあげるべきだと主張する。彼女は彼の髪を指さして、彼は乞食のように見えると述べた。彼は今や舞踏家なので、もっと自分の世話をする必要がある、と彼女は彼の肩に手を置いて強調した。彼女は始める前に彼にじっと座っているように指示した。彼は同意し、彼女を美容師と呼び、彼女のいつものカットでいいだろうと述べた。彼女はとにかくそれが自分が知っている唯一のカットスタイルだと彼に保証し、彼の髪を切り始めた。彼は時が経つのは本当に早いものだと振り返る。イーユは両親が亡くなって以来ずっと彼の髪を切っている。場面は子供時代に移る。イーユは震える手でハサミを持ち、イェティエンにまだ怖いと伝えた。彼女はなぜ病院に行かないのか疑問に思う。彼はそれは軽い切り傷で、病院に行くにはお金がかかると説明する。彼は軽い殴打を受けただけで大丈夫だと彼女を安心させ、髪を短く切って傷の手当てをするのを手伝ってほしいと頼む。それで十分だ。彼女はハサミを落とし、泣きながら、彼が不死のクラゲの能力を持っていたらいいのにという。彼は不死のクラゲとその能力について尋ねる。彼女は彼が忘れているのかと尋ね、それは彼が彼女に読んでくれた物語から来たものだと思い出させる。彼女は不死のクラゲには治癒能力があり、怪我をするとほぼ瞬時に治癒すると説明する。彼はそれは子供を騙すための作り話だと一蹴する。しかし彼女はそれが本当だと主張し、真剣にそうであると彼に伝える。彼は彼女の心配を認め、自分の才能が目覚めたら治癒能力を得るかもしれないと彼女に保証する。彼はそうなれば怪我をすることはなくなり、彼女をよりよく守ることができると付け加える。場面は現在に移る。彼は彼女が正しいと考え、不死のクラゲのことを考えている。彼女は髪の切り方が下手になるから動いてはいけないと警告する。彼は急いで部屋を出る。彼女はどこへ行くのかと尋ね、まだ髪を切り終わっていないと主張する。彼は棚から本を手に取り、前回買った宝物図鑑、不死のクラゲのことを考えた。
床に置いて読むと探していた情報を見つけた。彼は死の湖にいる治癒能力を持つ水星の獣不死のクラゲについて言及した。彼女は近づいて彼が何をブツブツ言っているのか尋ねた。彼の異常な口調に気づいた彼は、治癒能力を真似できれば将来怪我をすることを恐れる必要がなくなり、俳優ももう心配する必要がないと考えました。彼女は不死のクラゲの存在に疑問を呈し、それは物語の中にしかなく子供たちを騙すために作られたものだと示唆した。彼は彼女が間違っていると反論した。いくつかの物語は本当です。彼女は折れた髪を切り終えるために戻ってくるように彼に言った。しばらくして彼は本を読みながら歩き、舞踏家だけが実践できる身体訓練技術の強さについて述考した。初心者の舞踏家は皮膚を強化し、中期の舞踏家は筋肉を強化し、後期の舞踏家は骨を強化します。彼は座って自分で試してみることにしました。彼は比較しなければ過去の自分の吸収速度がどれだけ遅かったかは分からなかっただろうと気づいた。彼はモンスターの血を飲んでその効果を不思議に思い、中級の獣の血を1瓶飲んだら瞑想する。体中に力が湧き上がるのを感じた。そして吸収速度が3倍に増加したことに気づいた。それは素晴らしいことだ。彼はまず家で修行するつもりで、クールダウン期間が終わったら死の湖に向かう。ステータスウィンドウには才能コピーのクールダウンが30日であることが通知されている。彼は不死のクラゲを見つけて、その治癒の才能をコピーすることを決意する。しばらくしてイーティエンが武道館に到着する。シャオユーは彼に挨拶し振り向く。それはあのガラクタ収集家だと思った。彼女は彼がここにいて彼らの若い娘を探しに来たに違いないという。彼は何かを買いに来たと言って彼女を訂正する。彼女は服は本当に男を作るものだと反省する。彼は今かなりハンサムに見え思い込みを誤る。彼女は何か買いたいものがあればついてくるようにと彼を誘う。彼は死の湖の地図を持っているかと尋ねる。彼女は持っていると答え、それを探すことを申し出る。それを見つけると彼女はそれをテーブルの上に置き、入手可能だと彼に告げる。彼はこれだと思った。ここならきっと素晴らしい才能をコピーできる。彼は値段を尋ねる。彼女は10万だと答える。彼はカードを手渡し受け取るという。彼女は彼の決断を認め、彼がまたどこか新しい場所に行ってガラクタを集めるかもしれないと考えた。しかし若いお嬢さんは以前、死の湖には恐ろしい水生動物がたくさんいると言っていた。エリートの戦士でさえその場所で生き残るのは難しいだろう。彼女は彼に何も起こらないことを願う。しばらくして彼は死の湖に到着し、不毛で荒れ狂う風景を眺める。彼は心の中で、確かに荒涼とした場所だが、ここでは間違いなく素晴らしい才能をコピーできるだろうと語る。この場所は長い間人が住んでいなかったようで、異様な雰囲気からいつ危険が起こってもおかしくないという感じがする。彼は水雷に気づき、とりあえず透明になって観察することにした。影の才能を使って彼は現在の場所から飛び降りた。遠くに魔法陣を見つけ、それが何なのか疑問に思った。そこから白髪の男が出てきて、傘を持ったユリンがいた。男は傘を持っていると言い、急ぐように促し行こうと言った。ユリンは箱を持って一緒に行こうと言った。イーティエンは彼らを見て、それが彼女だと気づいた。二人とも獣の口から飛び出し、彼は間に合わないだろうと言った。彼らは湖から出てきた。彼はそれが最高級の獣だと特定した。イーティエンは最高級の獣に遭遇したことを振り返る。白髪の男は彼女を押しのけ、彼女が先に行く間に自分が足止めすると言った。彼女は何かを言おうとしたが、後ろからうなり声が聞こえ、たくさんのワニが見える。彼は小声で悪態をつく。
実は後ろにもっといると気づいた彼女は自分を救うために走り出す。イーティエンは面倒なことを考え、助けるしかないと判断し、攻撃に向かった。ワニがユーシンに噛みつこうとしたが、白髪の男は彼女に気をつけろと警告した。彼女は後ずさりする。秘術を発動すると、彼女の頭に花のマークが現れる。彼女は剣を召喚し、発動するように命令してワニを心二つに切る。イーティエンは秘術とその威力について考え、驚く。彼は自分が不注意だったことに気づく。これは彼のような初心者の武闘家が介入できる戦いではない。彼女は攻撃を続ける。宝箱を抱えながらワニを細かく切り刻むイーティエンはユーリンを頂点のエリート武闘家とみなす。彼女の秘術を発動した後、彼女の力は偉大な戦士に匹敵する。彼はたとえ10人でも彼女を倒すのに十分ではないことを知っている。獣は白髪の男を襲い、足を噛む。彼は痛みに叫び、ユーシンに逃げるように言う。彼は彼女に、秘術は長くは続かないが、アイテムの方が重要だと警告する。彼女が去らなければ、潜った兄弟の犠牲は無駄になる。彼女は乗ろう。イーティエンは10人が水中で死んだという事実を振り返り、どんな宝物が彼らをそこまで駆り立てたのか疑問に思い、ワニから逃げようとする。頭の花の跡が消え、自分の時間切れに気づいたイーティエンは倒れ、宝箱も落ちた。イーティエンが彼女に近づく。視界がぼやけた彼女は彼を見て、彼が誰なのか尋ねる。彼は宝箱を取り、それがどんな宝物なのか尋ねると、彼女は触らないように言う。彼は彼女にブツブツ言うのをやめるように言い、盗むつもりはないと安心させるが、背後からワニが近づいてくるのに気づく。彼はワニが厄介なものだと思い、彼女を抱き上げて謝る。彼は洞窟を見つけて隠れた方が安全だと考え、どう思うか尋ねる。彼女が返事をしなければ、イエスと受け取り、そこから飛び去る。しばらくして、彼は洞窟に座り、ユリンは意識を失って横たわっている。彼は彼女が妹にそっくりであることに気づく。彼女のほくろを覗いて、彼はそれをこすって、それが拭き取れないことに気づく。彼はそれが現実だと自分に言い聞かせる。彼女がいつまで意識不明のままでいるのかと思い、彼女のそばに座る。彼女はうめき声を上げ、少しみじろぎする。彼は彼女が目覚めたのか尋ねる。彼女は起き上がり、イーティエンを見て、彼が彼女を助けたのか尋ねる。彼は偶然、たまたま通りかかっただけだと答える。彼女はシャツを手渡し、感謝する。彼はどういたしましてと答え、それを着る。彼女は、彼が一人で死の湖に行く勇気があるなんて、とてもすごいことだと思っている。彼女は、そのような才能を元帥官に採用することを検討している。彼女は自分の力を使って輝く水晶を召喚する。彼はそれが眩しいと言い、何をしているのか尋ねる。彼女はそれが光の石だと説明する。それは光を蓄え、放射することができる。彼はそれに怖がっていたと冗談を言うが、彼女はそれを持ち上げながらそれをランプと呼ぶだけだ。彼は彼女がどうやってそれを空中から出現させたのか尋ねる。彼女は彼がこれにとても興味を持っているようだと言い、治癒薬を飲んだ後にもっと話すと言って瓶を召喚する。彼はそれが宇宙型の才能なのだろうかと思うが、彼女が持っている才能の中には宇宙の才能はない。彼女は自分を癒すために瞑想を始める。しばらくして、彼女は地面に横たわっているイーティエンを蹴り、自分を癒すのが終わったと告げる。彼に起き上がるように言う。彼は同意し、彼女はアイテムがどこから来たのか知りたかったことを思い出させます。彼女は彼に宝箱と小さなバッグを見せ、注意深く見るように指示します。彼女は聖堂の箱がポーチよりもはるかに大きいことを説明し、箱をポーチに収める手品を見せます。彼はそれを宇宙の才能ではなく、むしろ宇宙タイプの宝物として見ていることを認めます。彼女はこれを確認し、彼がそれを気に入っているかどうか、
そして使い方を学びたいかどうか尋ねます。彼女は彼が元帥艦に参加すればメイン基地に連れて行くと言いますが、彼は疲れていて寝るつもりだと言って断ります。地面に座り直して、彼女は彼がバカだと思ったが、いつか彼をうまく採用することを誓います。彼はそれは単なる宇宙ポーチと特別な治癒薬だと反省します。当然彼が宇宙と治癒の両方の才能をコピーすると、それらのアイテムは彼にとって特別なものではなくなります。しかし彼は彼女が死の湖を乱したばかりで、すぐには静まらないだろうと気づきます。シーンは翌朝に移ります。イーティエンが洞窟で眠っている中、彼は目を覚まし辺りを見回し、彼女が去ったのではないかと考えます。箱を見つけ、彼はそれが何なのか、それがもともと洞窟にあったのかどうか考えます。彼は箱を開けると、いくつかのカード、ボトル、本が見つかります。彼はそれらが中級レベルの深淵のトレーニングマニュアルであることを確認しました。高レベルのモンスターの血のボトル10本、そして100万の価値があるゴールドカード10枚。彼女がこれらを残してくれたら、彼は彼女に感謝するだろうと彼は推測します。彼はこれらのアイテムがエリート舞踏家になるのに十分であると信じ、計画の変更を促します。彼はモンスターの血を飲み、エリート舞踏家になった後、湖で不死のクラゲを探すことを決意します。シーンは4ヶ月後に移ります。イータンは洞窟に座り、力を高めるために瞑想しています。突然雷鳴のような雷が洞窟を激しく襲う。彼は自分の手の周りを雷が囲んでいるのを見て、ここがエリート舞踏家の領域だと気づく。彼は立ち上がり、上着を着て狩りの時間だと判断する。洞窟から出ると、新しく作られた墓が目に入る。イーチェンはユーリンが作ったに違いないと思う。湖に生息する獣の数を考えると、骨さえ残らないのではないかと心配する。ユーリンが去る前に墓を作るという行為は、彼には親切に思える。彼は、ある墓に傘があることに気づき、彼らがそれをダイビングに使っているのを思い出す。彼はそれを手に取り、それがまだ使えるかどうか疑問に思う。傘を開くと、雨粒が傘に当たり、泡に変わる。彼は、それが防水法を作り出し、その防水法の中に立っていると述べる。彼は問題なく水に入ることができる素晴らしいアイテムだと思っている。彼は湖に飛び込み、この傘を使うと水中でのスピードが上がることに気づく。影の才能を使って彼は光に気づき、それが何なのか疑問に思う。ステータスウィンドウがポップアップし、タイガークローフィッシュの生来の才能が中級であることを通知する。モンスターが水から出てきた時、彼はそれが中級の獣であることに気づく。驚いて彼はそれが近かったと思う。それは彼をほとんど発見した。彼は効果を続けることにする。しばらくして彼は泡の中に歩き、ここが不死のクラゲが生息する湖の最も深い部分であるはずだとコメントする。ちょうどその時、クラゲが彼を攻撃するために動く。彼は交代し、それが何なのか尋ねる。ステータスウィンドウは、それが初心者レベルの生来の才能と最高レベルの治癒才能を持つ不死のクラゲであることを通知する。彼は不死のクラゲについて尋ね、原始の武器を召喚する。彼は歯でクラゲを攻撃し、足を切り落とす。クラゲはうなり声を上げ、すぐに足を再生する。これを見て彼は、最高レベルの治癒能力を持つ彼は回復が早いと考えた。彼は最高レベルの治癒能力をコピーしたというステータスウィンドウが表示され、クラゲの足を掴んだ。彼は遅れを取り、最高レベルの治癒能力を獲得したことを認めた。クラゲは毒を彼に向かって投げつけてきたが、彼は傘を前に進めてそれをブロックし、その過程で傘と手をうっかり燃やしてしまった。彼は傘を投げ捨て、壊れた傘では防水バブルを維持できないことに気づき、呪いの言葉を吐いた。息を止めて、彼は多くのステータスウィンドウがポップアップ表示され、それが不死のクラゲの群れであることに気づいた。
彼はすでに最高レベルの治癒能力を獲得していることを考えると、これらの生き物にこれ以上関わる必要はないと判断した。彼は走り続け、湖から出た。彼は水から出ながら生き物の粘り強さについてつぶやいた。彼はスピードの才能を最大限に発揮し、その場所から脱出した。しばらくして彼は隠れた洞窟に入り、地面に座り、ようやくそこから抜け出して才能を素早くコピーできることに安堵しました。ステータスウィンドウには最高レベルの治癒才能が正常にコピーされたことが通知され、融合するかどうかを尋ねられます。彼はハイをクリックし、痛みを感じ、才能を何度もコピーしたため、体がすでに痛みに慣れていることを思い出しました。ステータスウィンドウには最高レベルの治癒才能が正常に融合されたことが確認されます。それは人間である破天の修行の才能が高位であることを通知します。スピードの才能は初級、剣の才能は中級、影の才能は初級、治癒の才能は最高級です。彼は融合のプロセスが予想よりもスムーズだったと述べています。とにかく試してみましょう。彼は自分の手に紙跡があることに気づき、不死のクラゲの毒が非常に致命的であることを認めました。少量でも普通の人を死に至らしめることができます。彼は治癒の才能を使用し、彼の手は治癒しました。雷の衝撃を感じ、彼はそれが怪我の痕跡を残さないだろうと思いました。なんて狂った才能だ。しかし彼は今持っている才能がほとんどサポート型であることに気づきました。もっと強い人と戦いたいのであれば、攻撃型の才能をコピーする必要があります。戻る時間です。しばらくして彼は悠々のカットの前で本を持って座り、攻撃的なクマや火の鳥はそれほど印象的ではないと考えました。彼女は彼に動くのをやめるように言い、何も言わずに長い間去っていたことが信じられないと表現した。彼は彼をひどい人だと呼び、笑って謝った。彼は本の記事を見て、コロニーでよく見られる戦闘に特化した低級の獣であるマイティアンが集団攻撃を開始すると、そのことについて考えた。偉大な武闘家でさえ逃げ出すのは難しいが、これがそれだ。しばらくしてシャオユーは武道館で忙しく働いていた。彼女はイーティエンに挨拶し、振り返って彼だと認めた。久しぶりだと言い、今日は何を探しているのかと尋ねる。イーティエンは完全にマイティアンな体を探していると答え、テーブルに紙を置く。彼女はその紙を持って、ワインに浸すと体が元気になるのに良いとコメントした。彼は体調が悪そうに見えるのではないかと心配した。シャオユーはそこにはマイティアンがいないという。しかし彼女は彼らについていくつかのニュースを持っており、彼が興味があるかどうか尋ねます。イーティエンは彼女にそれを聞かせるように言います。彼女は臨海基地と中規模基地が商業貿易ルートを構築していると説明します。2つの基地の間には多くの獣がいて、その中には強力なアリの巣があります。彼は中規模基地について尋ね、それが鉄騎馬基地であるかどうか疑問に思い、最も近い基地は確かに鉄騎基地に違いないと考えました。それは近くに唯一の基地です。彼女は彼の疑いを確認し、それは確かに鉄騎基地であり、臨海基地から約100キロ離れていると述べました。彼は最近も家の誰かが亡くなったこと、モカが鉄騎馬基地が侵略を計画していると疑っていたことを思い出します。彼女はこれを確認し、モイエが調査に行ったと聞いたが、鉄騎基地が誤解を解くのに役立ったと述べました。鉄騎基地が林屋と商業貿易ルートで合意に至ったのは幕下の介入があったからに過ぎない。彼女は箱の中に何かを探し始める。幕下が関わっているなら何か企んでいるような気がすると彼は考える。彼女はトークンを差し出し、見つけたと告げる。受け取るように言われ、彼はそれが何なのか尋ねる。彼女はそれはもともと若い娘のために用意されたイベントに参加するために必要なトークンだと説明する。しかし基地の規模を考えると、中規模の基地で働くことは考えられない。彼らはそう願っている。彼女は
2つの基地が商業貿易ルートの獣を一掃するために武闘家を派遣する予定だという。彼がこの作戦に参加すれば強力なアリの死体を手に入れることができるかもしれない。彼は林屋が臨海基地の絶対的な支配者だと思っている。たとえ幕下であっても臣下と呼ばれるにふさわしいだけだ。冒険の時が来た。しばらくしてイーティエンは林家の基地に到着し、辺りを見回して、さすが林家、一度に何百人もの戦士を集めている。慎重に進まなければならないと思う。誰かが横を指さしてリンミンジーが到着したと告げる。林家の源頭主であるリンミンジーがステージに立ってみんなに挨拶し、重大事作戦にようこそと歓迎する。イーティエンはそこにいるもの家の長老と大長老に気づき、また会えると思う。リンミンジーは臨海基地が小さすぎて資源が限られているため、全員の栽培ニーズを満たすのは難しいことをみんなが知っているという。彼は中規模の基地と協力することで信じられないほどの利益が得られ、この作戦が非常に重要であることを強調する。彼はモンスターを一掃することには危険が伴うことを認めているが、この作戦の報酬はこれまでのどの狩りよりも手厚いものになると保証する。人々は林一家を絶え間なく称賛し始め、イーティエンはゲールウルフ隊長を見て、本当にゲールウルフ隊長なのか、まだ覚えているのかと疑問に思う。リンミンジーは彼らの疑問に答え、この作戦で獲得したものは全て彼らのものになると保証する。群衆は熱狂的に反応し、リン一家への称賛を表明する。リンミンジーは家族が追加の報酬も用意していると付け加える。武闘家界の全員に中級モンスターの血20本と200万コインが贈られる。一方、リンミンジーはエリート戦士には上級モンスターの血3本と1000万コインが贈られるといい、全員が報酬を満載して戻ってくることを期待して今すぐ登録するよう促す。人々はこの見通しに非常に興奮している。老人が全員に列を作り始め、強さを測る評価岩に手を置くように指示する。人が鑑定席に手を置くと、中級武術の弟子であることがわかる。近くに立っている少女が、次は鑑定をお願いします、という。駅天は彼ら全員を観察し、武良の言う通りだと思った。権力のある家、特に幕下に仕える必要はない。エリート戦士として発見されれば、間違いなく不必要なトラブルを引き起こすだろうと彼は考えている。この道具が力に基づいて検出することを承知しているため、鑑定席に近づくにつれて、より少ない力でより低い境地を示すつもりだ。少女は彼に評価席に手を置くように指示する。彼はそうしながら、自分の力を抑えてコントロールしようと考えた。それが彼が後期武闘家であることを示していると期待して。少女は彼が後期武闘家であると告げる。モアンは彼が本当に後期武闘家なのか尋ねると、別の少女は彼を見てわーと叫ぶ。彼は後期武闘家だ。彼女の友人は彼もかなり若いようだという。別の人は彼が有力な一族の天才なのかもしれないと疑問に思い、老人は彼の若さでそのようなレベルに達したのは彼の異常な修行の才能についてコメントする。イーちゃんは自分の力の一部しか示していないと反省する。それでもそれは多くの注目を集めた。彼はあまりにも多くを明らかにしすぎたかもしれないことを示している。ゲールウルフ隊長は真の天才は常に若くして発見されると観察し、年齢にもかかわらずイーティエンはまだ後期武闘家に過ぎないと指摘する。別の戦士はこれを認め、自分たちはまだ中級レベルの武闘家だと述べた。そしてチームにはまだ一人足りないと指摘し、イーティエンに加わるよう提案した。ゲールウルフ隊長はイーティエンが後期レベルの武闘家だと指摘し、なぜそのような熟練した人物が自分たちを選んだのかをコメントした。別の戦士はイーティエンが自分たちのグループに向かって歩いているようだと指摘した。イーティエンが近づくとゲールウルフ隊長に挨拶し、久しぶりだと言った。ゲールウルフ隊長は彼を認識し、彼が銀の月狼から少女を救った武闘の弟子であることを思い出した。
彼はイーティエンが1年以内に後期レベルの舞踏家になったことに驚きを表明した。イーティエンは謙虚に自分の進歩を運のおかげだとし、この作戦のためにゲールウルフ隊に加われるか尋ねた。ゲールウルフ隊長は彼をチームに温かく迎え入れた。イーティエンは彼らに自分の面倒を見てほしいと頼んだ。ゲールウルフ隊長は問題ないと答えた。一緒に頑張ろう。女性戦士はグループにもう一人の後期段階の舞踏家がいるのは心強いと語る。ゲールウルフ隊長はここが彼らの任務地域だと説明する。地図には弱い層のモンスターしかいないと示されている。しかし彼は何よりも彼らの安全を優先することの重要性を強調し、無謀に突進しないように忠告する。イエちゃんは狼を見つけ、何かが急速に近づいていると警告する。ゲールウルフ隊長は近づいてくる狼を前妻と表現し、全員に落ち着くように言う。彼は先頭に立ち、イーティエンに後方を守るよう指示し、必要に応じてチームの残りが支援する。全員が同意する。分かったと答え、武器を抜く。イーティエンは任せると言い、チームを守るために前進する。ゲールウルフ隊員はイーティエンにやろうと言う。そして彼は同意し、攻撃の準備をする。イーティエンは前に走り、一撃で敵を一人殺し、もう一人を蹴ってから刺す。ゲールウルフ隊員は拍手しながら、全然悪くない、すごいと言う。残念だ、まだ一歩遅れていると付け加えて笑う。3人を殺したと自慢しながら、イーティエンは自分の全力を明かしたくなかっただけだと心の中で思う。ある女性戦士は、弟のイーティエンはかなり強いとコメントし、ますます彼を好きになる。別の戦士は、イーティエンの若さにしては素晴らしい能力だと言い、あまりうぬぼれないようにと警告する。ゲールウルフ隊員は、一度だけ生意気なことをさせてくれないかと尋ね、ただ恥ずかしい思いをさせたかっただけだという。戦士は謝罪し、狼たちは谷で攻撃するのを待つべきではなかったかと尋ね、死んだ狼たちのそばに座りながら、その方が成功する可能性が高かっただろうと指摘する。イーティエンは、狼たちは待ちたかったができなかったのかもしれないと示唆する。別の戦士がどういう意味か尋ねると、ゲールウルフ隊員は、ここは彼らの縄張りではないと説明する。この地域にはもっと強い獣がいる。もう一人の戦士はこれらの強い獣について尋ねる。その後5人ともう一人の戦士は、中期段階の舞踏家が3人と後期段階の舞踏家が2人いるので心配する必要はないと彼を安心させる。彼らは何を恐れる必要があるのかと疑問を抱く。ゲールウルフ隊員は自分が持っているものを指摘する。リン家のトランシーバーを指して、彼は各隊長に一つずつ与えられていることを確認した。そうすれば危険にさらされた時に支援を要請できる。彼は心配せずに全力を尽くすよう彼らを励ます。戦士はよし、先へ進もうと答える。突然ゲールウルフ隊長が彼らを止めた。動きに気づいたイーティエンは見上げると、頭上に巨大な怪物がいた。彼らは全員同時に怪物に気づいた。ステータスウィンドウには、それが初心者レベルの生来の才能を持つ火を吐くトカゲ種族であり、火の才能は低レベルであることが通知され、火の玉を彼らに投げつける。イーティエンはそれが火の才能であると特定し、一方ハゲの戦士はグループに前菜は食べたので、攻撃の準備をする間、この獣は彼らに任せておくべきだと告げる。ゲールウルフ隊長はオーラから判断して、それが低レベルの獣であることに気づき、その炎に注意するよう警告する。それから彼は行こうと言い、彼らは全員攻撃するために走った。イーティエンは大丈夫かと尋ねると、ゲールウルフ隊長はそれは低レベルの獣に過ぎないので心配する必要はないと彼を安心させる。彼らは獣を倒し、別の戦士が勝利を確認する。ゲールウルフ隊長は彼らの働きを称賛する。一方女性戦士は謙虚に、自分は大したことはしていないので、全てイーティエンとハゲ戦士のおかげだという。しかしハゲ戦士は彼女の貢献を認める。
彼女が矢で気をそらさなければ獣をスムーズに倒すことはできなかっただろうと述べる。別の日の攻撃が発生し、イーティエンは攻撃を受けている戦士を救おうと急ぐ。そして彼は獣が他にもいるかどうか尋ね、その日の才能に注目し、おそらく同じ種類の獣であることを示している。彼は彼らが近くにもっと多くのトカゲのモンスターを見つけたので、まだ終わっていないようだと述べる。ゲイルウルフ隊長はトランシーバーで B ゾーンと C ゾーン付近のチームに連絡を取り、危険にさらされているので支援を要請する。応答がないと彼は無視されたと述べる。ハゲの戦士はリン一家を過大評価していたようだとコメントし、リン一家は自分たちの命など気にしていないと示唆する。ゲイルウルフ隊長は怒って答え、今回は正しい人々を追跡し、彼らと一緒に大成功を収められると思っていたが、リン一家も彼らを無視するとは誰が考えただろうかという。彼はトランシーバーを壊し、リン廃基地は根底から腐っているようだと表現する。彼は彼らを食い止めると宣言し、チームの残りのメンバーにすぐに逃げるように指示する。彼らを置き去りにすることについて質問されると、彼は彼らは兄弟であり一緒に暮らすと主張します。一方、イーチエンは全員に彼の命令に従うよう命じ、女性戦士も隊長に話しかけます。別の戦士は、彼らはみんなバカなのか、なぜ逃げているのかと尋ね、死を待っているのかと示唆する。彼は急いで逃げながら皮肉を込めて別れを告げ、もう行ってしまうと告げる。特等の男は、新参者はいつも頼りにならないとコメントし、もし生き残ったら間違いなく殺すと脅す。ゲイルウルフ大尉が介入し、イーティエン兄弟に話しかけ、彼の才能を認め、彼がそこで死ぬのは残念だと表現する。彼はイーティエンに2人の兄弟を連れて逃げるよう要求する。特等の戦士は彼も新参者だと気づき、逃げるなら早く逃げろと促す。一方、女性戦士は同意し、彼の明るい未来を危険にさらさないようにと助言する。イーティアンは確かに逃げると彼らに保証するが、代わりに前進し、トカゲの怪物の間に身を置く。ゲイルウルフ隊長はそれがエリート武闘家のオーラであることに気づき、彼が力を隠していることに気づいた。ハゲの戦士は自分がエリート武闘家であるのか、どうしてそれが可能なのかと疑問を抱いた。トカゲの怪物が彼に火を投げつけている間、彼は自分の本当の力を晒したくないと考え、炎から逃げた。しかし、戦わなければゲイルウルフのチームは全滅してしまうと彼は考えた。ゲイルウルフ隊長の能力を考えると、逃げるのはかなり簡単だと思った。しかし、彼は代わりにトカゲの怪物を攻撃して殺すことを決めた。彼はチームメイトが逃げられるように一人で残る方がマシだと結論付けた。彼の決意を知って、彼は本当の力を隠し続けるのは悪党になるだろうと思った。他の二人のトカゲの怪物が火で攻撃すると、彼は今やあのも一家の悪党と自分の間に違いはないと思った。彼は彼らの火の攻撃をブロックし、今は本当の強さを明らかにするリスクを心配する時間はないと考えました。彼はキャプテンのゲイルウルフが彼を困らせることはないと信じています。イーティエンは彼らを攻撃し、すぐに殺します。女性戦士はエリート武闘家の強さについてコメントし、それは素晴らしいと言います。イーティエンは煙から現れ、さらに2匹のトカゲのモンスターを見て、シャドウブレードの才能で攻撃し殺します。ゲイルウルフ隊長はイーティエンが信じられないほど強いと考えており、彼の強さはリンハイ基地全体でトップクラスだと信じています。別の戦士が倒れ、2匹の狼が彼に近づきます。彼は助けを求めて叫びます。助けを求めながら、ハゲた戦士は逃げた男が危険にさらされていると言います。しかしゲイルウルフ隊長は、彼がそこから一人で逃げられるとは信じられないと言って、それを却下します。イーティエンは地面から棒を持ち上げながら、ゲイルウルフ隊長に道が開けたと伝えます。ゲイルウルフ隊長は彼らと一緒に先へ進むと答えます。イーティエンは一緒に来るか、そこで止まるか尋ねます。全員がゲイルウルフ隊長を見ます。
ゲールウルフ隊長は何があろうとゲールウルフチームは団結していると宣言します。女性戦士は痛みに顔をしかめるハゲた戦士に包帯を巻きます。彼女はその後彼のやや滑稽な様子を見てからイーティエン兄弟に目を向けます。ゲールウルフ船長はイーティエン兄弟がここに連れてきてくれたことに感謝し、彼の前に飛び出して問題ありません船長、さあ別々の道を行きましょうと言いました。彼は何か試してみたいのです。ゲールウルフ船長はさらに奥へ進むのかと尋ね、イーティエンはそうすることを認めました。ハゲ頭の戦士は現状から判断するとこれ以上進むのは賢明な選択ではないと示唆します。イーティエンはまず戻って自分は一人で行くことを提案します。ゲールウルフ船長は一人でというのはどういうことかと尋ね、自分の能力に自信があるのかと疑問に思います。イーティエンは心配しなくていいと安心させます。ゲールウルフ船長はイーティエン兄弟、もう少し話し合いましょうと言います。ハゲ頭の戦士は何をすべきかイーティエンについていくのかと尋ねます。ゲールウルフ船長はその考えを却下します。たとえ彼らが言ったとしても自分の力で彼を止めるだけで誰の助けも必要ないと述べます。一方イーティエンは立ち去り、さらに強い家族に会ったりもっと厄介な状況に遭遇したりすることを考えている。彼は自分の治癒能力が本当にどれほど強いのか試さなければならないと信じている。炎に包まれた建物に近づくと悪臭のために鼻を覆い、彼らの巣にたどり着いたのではないかと考える。突然建物が壊れ、彼は何が起こっているのか尋ねる。巨大な手が現れ彼を殴る。彼は投げ飛ばされ、誰が自分を攻撃したのか理解しようとする。キングリザードを見つけ、それが自分を攻撃しようとしていることに気づく。しかし彼は何とか逃げ出し、キングリザードがなんと巨大な実験対象であるかを述べる。自分の治癒能力を試すには最適だと考えた。そしてキングリザードを見て攻撃するために走る。反対側では戦士がキャプテンゲールウルフに彼らが戦っていることを知らせる。キャプテンゲールウルフはイーティエンを心配する。一方イーティエンはトカゲの王らしい発言をし、極端に攻めようと提案する。トカゲの王は火で彼を攻撃し彼を倒す。イーティエンは攻撃が正当であると認め、火で彼が最初に焼け死ぬかその前に疲れ果ててしまうか見てみようと述べる。彼は治癒の才能を使って自分自身を癒す。立ち上がって剣をつかみジャンプしてトカゲの王を攻撃する。しかしトカゲの王はすぐにまた彼に火を投げつける。ハゲの戦士はそのエリアが約1時間火を吹いているかどうか疑問に思い、イーティエン兄弟はまだ生きているのかと尋ねる。ゲールウルフ隊長は急いで助けに駆けつけ、イーティエンの状態が不安だと述べ、そのような規模の戦いには介入できないと付け加え、イーティエンはトカゲの王を刺してその上に座り、このゲームに勝ったと宣言する。辺りを見回すと、イーティエンは自分の治癒能力があまりにも多くのスタミナを消費し、空虚感を感じていることに気づきます。それにもかかわらず、彼はこれが中級レベルの獣であることを認めます。彼はキングリザードを切り、その血を使って回復しようと計画します。その血を飲んだ後、瞑想を始めます。ハゲの戦士は戦いが止まったか終わったかを尋ねます。ゲールウルフ隊長は誰かが出てくるのを確認します。それは戻ってきたイーティエンでした。イーティエンは指示通りに彼らが先に戻らなかった理由を尋ねます。ゲールウルフ隊長は何も助けることはできないが、それでも心配だったと説明します。彼はイーティエンの服が炎で破壊されたことに気づき、大丈夫かと尋ねます。彼はイーティエンに余分に持っているシャツを差し出し、それをあげるように主張します。イーティエンがそのシャツを着ると、女性戦士は少し大きいのでぴったり合わないかもしれないと言って謝ります。彼は心配しないでありがとうと答えます。彼らのうちの一人が賞金をどうしたらいいかと尋ねると、ゲールウルフ船長はその件については
すべて彼の功績なので、ETN 兄さんの言うことを聞くと答える。ETN はゲールウルフ船長に、彼らが去らず、獣たちがチリチリになったのだから、賞金を取り戻すべきだと提案する。ゲールウルフ船長は何か言おうとするが、除染師が口を挟み、こんなにたくさんの獣を見たことがないとコメントする。ハゲ頭の戦士は、獣たちが彼らを殺したわけではないが、連れて帰ると疲れ果ててしまうだろうと付け加え、笑う。ETN はゲールウルフ船長に、このエビのことは忘れて、まずトカゲの王に対処することに集中するように言う。ゲールウルフ船長は、トカゲの王とはどういう意味かと尋ね、これらの獣たちを連れて帰るつもりはないのかと尋ねる。ETN は拒否して立ち去ると、ゲールウルフ船長は、ちょっと待って、どこに行くんだ、と言う。ETN は、自分が強大なアリのエリアに行くと答える。ゲールウルフ大尉は驚いて強大なアリに尋ね、ETN 兄さんは、この獣の駆除計画で最も困難な任務は強大なアリの巣だと聞いたに違いない、と心の中で思う。彼は、強大なアリは一匹では低級の獣に過ぎないが、巣の中ではどこにでもいると気づく。彼は一人で戦っていると逃げるのは難しいと考えている。偉大な戦士であっても ETN 兄さんは細心の注意を払わなければならないと結論付ける。 ETN は言う。それで大軍がここに集まったんだ。そこに立っているモイエが気づくと、あれはモイエ、あれはリンケだと指摘する。リンミンジーと彼の戦士たちを見て、彼は長老王を見る。鉄撃地の偉大な戦士、あの老人はどの家から来たのか尋ねる。長老王も彼を見て、誰が彼らをスパイしているのかと尋ねます。 ETN はその老人は賢い人だと思いました。長老王は戦士たちに彼を捕まえるように命じ、彼らは ETN に向かって走ります。 ETN は、恐れることは何もない、最終的には軍隊に潜入しなければならないと考えます。とにかく2人の戦士が ETN を捕まえたと発表します。王長老は、彼がエリート武闘家の力を持っているのかと疑問に思い、彼が誰なのか、なぜ遠くから彼らをスパイしているのかと尋ねる。 ETN は微笑み、自分は臨海基地の武闘家だと言い、ここでの大きな任務について聞いて手伝いに来たと説明する。王長老は彼らに彼を解放するように指示し、彼がどの家族の武闘家なのか、なぜ一緒にいないのかと尋ねる。一人の戦士は彼が彼らの家族ではないと言い、もう一人は彼を知らないと付け加える。 ETN は彼も彼らの家族ではないと認める。王長老は、こんなに若い人がエリート武闘家になるのは珍しいことだと驚くが、なぜ彼の地位にもかかわらず誰も彼を認識しないのか疑問に思う。 ETN はそれにいらえて何かを言おうとする。そこにリンミンジーがやってきて笑う。彼は冗談が得意だという。聖長老は、 ETN が誰も彼を認識しないというのはどういうことなのかと尋ねる。彼は ETN を認めると断言する。 ETN は結局リン家の一員なのだから。ETN は、リンミンジーが長老王が自分をエリート武闘家だと言っているのを聞いた途端に、自分をリン家の一員だと宣言したのだと考えている。彼はリンミンジーの素早い決断を称賛し、リン家の当主はチャンスを生かす術を知っており、才能獲得ではモイエよりも優れていたことを認めている。するとリンミンジーは ETN に急いで自分のグループに戻るように言う。 ETN はこれを認め立ち去る。リンミンジーはエリート武闘家を無料で手に入れたと述べる。シャオユーはそれを掘り出し物だと考え、リンカが ETN を自分たちのものだと主張する勇気があると疑問を呈する。一方、ユーリンは ETN は無冠にしか属さないと述べる。 ETN は他の全ての家のメンバーと一緒に歩く。彼は自分がエリート武闘家だとみんなに知られた今、秘密裏に進むのは難しくなるだろうと考えていた。しかし今の彼の力なら恐れるものは何もない。長老王はグループを中断し、停止するよう合図した。老人がやってきて長老王に陣形を整え、準備が整ったと伝える。長老王は前方の土の峰が強大なアリの巣であると述べ、
イーティエンはようやく彼がここに来たと思う。長老王は老人の働きを称賛し、元の位置に戻るよう指示した。老人は従い、長老王は全員に交代するよう命じた。戦士の一人が老人がどんな技を使うつもりなのか尋ねる。長老王はその後瞑想を始め、強大なアリの巣に魔法陣を作った。一方、長老王は炎のシャワーを使って強大なアリの巣を破壊した。リンミンジーは陣形の達人は自分が思っていた通りだとコメントした。イーティエンは鉄撃地の強さが計り知れないことに気づき、その強力な陣形に感心し、いつかそれを習得したいと願う。シャオユーは老人がそのような高価な陣形を進んで使うなんて狂っているに違いないと述べる。ユーリンは鉄撃地には独自の計画があると付け加える。臨海基地を制圧するのにたった一つの炎のシャワーで十分であれば、それだけの価値があるだろう。戦士の一人が全員叫ぶ。見てください、アリ塚が平らになりました。なんと恐ろしい陣形でしょう。モンスターはすべて灰になりましたか？別の戦士は巣がすべて壊れているのを見ても、強力なアリの死骸は見当たらないという。イーティエンはアリの中に無傷の死体がないことに気づく。本当にみんな灰になってしまったのだろうかと疑問に思い、完全な体がなければ彼らの才能を真似することはできないと理解する。ユリンは陣形は役に立ったが、老人はちょっとやりすぎだとコメントする。蜂の巣を乱すようなものだと例えて、戦士の一人がブラックホールについて尋ねると、別の戦士は真っ暗で何も見えないという。巨大なアリが現れて戦士の一人を襲う。モーエンはそれが強力なアリだと特定し、別の戦士は突然たくさんのアリが現れたことに驚きを表明する。長老王は彼らに戦闘準備の命令を出し、リンリンジーは臨海基地の武闘家たちを集めて自分について戦闘に入るようにする。戦士たちは同意しておののい始める。イーティエンは乱闘に加わり、アリの一人を攻撃して殺す。二人の戦士が駆け寄って、一匹が倒れたと叫び、他の戦士たちに殺し続けるよう促す。イーティエンは死んだ強大なアリの近くに立っており、ステータスウィンドウには高レベルの強さの才能をコピーして強大なアリの強さを獲得したことが通知されます。システムウィンドウには高レベルの強さの才能が正常にコピーされたことが通知され、同意するかどうかを尋ねられます。イーティエンは高レベルのアリを殺し、ここでは融合できないことに気づきます。彼はより安全な場所を見つけなければならないと決心します。彼はスピードの才能を使用して非常に速く走り、巨大アリを攻撃します。彼はまたシャドウブレードとシャドウアサシンを使用して、それらを素早く攻撃します。彼はそれが高レベルのモンスターであることに気づき、巨大な圧力について考えます。高い山に立っていると、高レベルの強大なアリと別の高レベルのモンスターが見え、すぐに撤退を命じるように促されます。モチャンチンはすぐに彼についていくことを提案します。モアンは彼を待つようにアドバイスしますが、二人はすぐに走ります。リンリンジーは彼らを批判し、彼らは素早く逃げたと語る。そして彼らも撤退を始めるよう提案する。彼の戦士たちは同意し、攻撃に走る。一方、ユーリンは彼らについてコメントし、彼らを敗者の集まりと呼ぶ。彼女は彼らも去るべき時だと提案する。シャオユーはイーティエンについて尋ねると、ユーリンは彼女を安心させる。心配しないで、彼は脱出するだろうという。彼女は彼らの中に高位モンスターと戦える優れた武闘家はいないのかと尋ね、なぜ彼が逃げたのかと疑問を呈する。彼女は強力なアリは力の才能を持っており、力の才能によって強化された高位モンスターの戦闘力はグランドマスターと同等であると説明する。イーティアンは優れた武闘家がどうやって比較できるのか疑問に思い、アイアンファング基地の優れた武闘家の中で長老の青の方がより早く逃げたのを見なかったのかと尋ねる。彼はとても早く走り、彼らはあの老人に騙されたと述べる。彼は思った通り、これらの大物は信用できないと心の中で思う。
好意のありだ戦士たちを追いかけ、助けを求める彼らを殺した。魔法の力が好意のありと戦士たちを押し戻し、彼らは立ち上がるのに苦労した。リンリンジーは重い空気について言及し、息ができないと言い、何が起こっているのか、なぜあの男がスピードを上げているのか疑問に思った。イーちゃんは周囲を見回し、暗い霧が何らかの抑制装置であることに気づいた。彼はできるだけ早くそこから逃げなければならない。彼らは全員重い空気から逃げようとした。イーティエンは空中から落ち、黄金のアリが間違いなくチームを注意深く監視していることを認めた。彼はチームを離れる時だと判断した。彼は自分の進路にある巨大な骸骨を見て、キャプテンゲールウルフのチームに期待通りだと述べた。彼らはプロのハンターなので、彼は骸骨を踏みつけ、彼らが全てをうまく取り除いたため骸骨だけが残っていることに気づいた。それから彼はかなり破壊された建物に飛び乗り、周囲の混沌とした街を見渡す。システムウィンドウが高レベルの力の才能がうまくコピーされたことを通知し、それを使用するかどうかを尋ねる。彼はそれを融合することを考え、いわゆる大物の前では絶対的な力を持つことが彼らと戦う唯一の資産であることに気づいた。彼はシャツを脱ぎ、家に帰る時間だと宣言し、スキルをアクティブにする。イーティエンは家に戻り、座り、瞑想を始める。彼は、高レベルの力の才能は10倍の力のブーストに相当すると考えている。彼はまだエリート戦士だが、初期段階の偉大な武闘家を殺すのは今や朝飯前だ。イエヨーがやってきて、ついに帰ってきたという。しかし、彼が毎日していることはただじっと座っていることだけだ。彼女は、彼が自分と話す代わりにマスターのふりをしていると指摘する。彼女は、彼が今や耳が聞こえず口が聞けないふりをしているのではないかと尋ねる。そして、その場合、彼女は遠慮せず、料理をしながら彼を殴り倒すだろう。しばらくして、彼女は食事に来るよう彼を呼び、料理ができたと伝える。彼女は、彼が外で一生懸命働いているので、ご馳走を用意したという。そして、彼女は彼のためだけにこれらの料理を作った。彼は、料理がたくさんあるので、間違いなく全部食べきれるだろうと言い、料理を食べ始める。彼がドアに向かうと、誰かがノックしているという。彼女は、ドアを開ける前に、少なくとも一口食べるようにとアドバイスする。ドアを開けると、ゲールウルフ船長が立っていて、誰を探しているのか尋ねる。彼はゲールウルフ船長を招き入れ、訪問の理由を尋ねる。ゲールウルフ船長は、彼に稼ぎの分け前を渡すために来たと説明し、笑いながら袋を手渡す。彼はその金額についてコメントし、実はゲールウルフ船長はそうする必要はなかったという。ゲールウルフ船長は、他のみんなが分け前をもらっているのに、なぜ自分はそうできないのかと疑問を呈して主張する。イーティエンは同意し、なぜ食事に残らないのかと尋ね、聞きたいことがあると付け加えた。ゲールウルフ大尉は申し出を受け入れ、食事を始め、その美味しさを褒めた。彼は長い間こんなに美味しい手作りの食事を食べていないとコメントし、イーティエンは、今はそれほどお腹が空いていないので自分で食べるように勧めた。イエヨーは、塩辛くないのかと尋める。それに対して彼は、料理はかなりマイルドだと答えた。おそらく彼女が塩を少なめにしたのだろうと示唆した。彼女はお茶を飲んでいて、料理を楽しんでいる限りお茶も飲んでいいと言い、イエティエンに何を聞きたいのか尋ねた。イーティエンは、ここ数日は家にいて修行していたので、時事問題には詳しくないと説明した。そして、銃駆除作戦はどうなっているのかと尋ねた。ゲールウルフ大尉は、聞いたところによると、アイアンファング基地と臨海基地は大きな損失を被ったと答えた。イーティアンは、大きな損失とは何かを尋ねます。そして、彼が確信しているのなら。これに対し、ゲールウルフ大尉は同意し、エリート武闘家だけでも50人以上が亡くなっており、3人の偉大な武闘家も失ったと説明する。
イーティエンは3人の偉大な武闘家が強大なアリノスでの事件で失われたのかと尋ねると、彼は最初の武闘家の波が撤退した時より大きな波が組織されたがそれでも成功しなかったと答える。彼はこの失敗が鉄が基地を怒らせ最終的にそれらのアリを根絶したグランドマスターを派遣するよう促したと説明する。イーティアンはグランドマスターの意味を明確にし商業貿易ルートが現在開通していることに言及する。確かに開通したと伝えられる。しかし和社は鉄撃地の動機が分からずそのような大きな代償を払う価値があるのか疑問に思う。イーティアンは鉄が基地について考える。しばらくしてゲールウルフ船長が現れ見送りは不要だという。イーティエン兄弟彼らは頻繁に会うことになるから。イーティエンはこれを認める。モユアンがやってきて自分はモヤの執事だと名乗りイーティエンはイーティエン教かと尋ねる。イーティエンはモイエとはどういう意味かと尋ねるとモユアンは課長からイーティエンを食事に招待するように指示されたと説明し招待状を渡し丁重にお辞儀をする。モイエからの招待を断る勇気のある者は誰もいないと付け加える。ゲールウルフ船長がやってきてこの問題を平和的に話し合うことを提案する。彼はイーティエンに近づくと招待を素直に受け入れ自分の立場を知るようにアドバイスする。ゲールウルフ船長はイーティエンを殴ろうとするがイーティエンは攻撃をかわして反撃しゲールウルフ船長の顔をつかむ。ゲールウルフ隊長は彼に止めるように言いモユアンはいつか彼を殺すと脅し彼が去るのを見守る中急いで逃げる。ゲールウルフ隊長は卑しい男よりも紳士を挑発する方が良いという。イーティエンは心配するなと言って彼を安心させ彼は自分の高レベルの力の才能をほとんど使わずにゲールウルフ隊長の腕を折ることができたことを自分自身に考えさせる。一方モユアンは招待状を隠して破り挑発されたことに怒りを表しイーティエンに自分の実力を見せつけると宣言する。場面はモイエに移りそこには課長である課長が座っている。モユアンはそこに到着し倒れる前に彼に呼びかけ自分に起こったことの復讐を求める。モカンシェンはなぜ誰かを招待するために派遣されたのか彼らに危害を加えるために派遣されたのかそして実際に何が起こったのかを尋ねる。爆言は招待状を届けたのは自分であり駅伝は最初は礼儀正しく敬意を表していたが彼が爆家の出身だと知ると駅伝はすぐに彼を退けたと説明した。爆総省は説明を求める。そして爆言は駅伝が彼を傷つけただけでなく手書きの招待状を破り捨てたと詳しく説明する。爆県政は駅伝が彼らの親切に感謝していないことに信じられないと言い爆言を蹴飛ばす。爆県政の父親が咳き込み始め爆県政は彼のそばに駆け寄る。父は彼を父と呼び大丈夫だと安心させる。モカンシェンはモユアンに帰っていいと告げる。モユアンは同意して出発する。その間彼は薬を取り出して父に渡しまず薬を飲むように指示する。彼の父は薬を飲み強力なアリとの戦いで全力で逃げるために秘術に頼らざるを得なかったと語る。彼は咳き込み全力で戦ったことを話す。彼は予期せず体幹を負傷したことを認め今は決して治らないのではないかと恐れている。モカンシェンは彼を安心させ状況は良くなるだろうという。彼の父は自分の体のことは誰よりもよく知っていると答え自分が亡くなるとも一家には一族を統率する偉大な戦士がいなくなりそれは壊滅的な大惨事になるだろうと付け加える。彼はイーティエンが林一家の正体を待っているのではないかと考える。父親は切迫感を示しこの件では林家より先に進まなければならないと述べた。林家は彼に心からの正体を差し伸べることができなかったため彼を捕らえるしかないだろう。彼は結局のところイーティエンの姓はいつまでもいいだ彼は部外者だと答える。たとえ捕らえられたとしても彼が本当に彼らに仕えることをどうやって保証できるのか。父親は意思を消すことができる霊薬の瓶を使えばそれができると説明する。当初は宴会中に使うつもりだったが
今は前もってやらなければならないようだ。彼らはそれをしっかり保管しなければならない。父親が霊薬の瓶を渡すと、モカンシェンは意思の消し方について尋ねる。彼はそれを受け取り、グラスに注ぎ、まず自分の意思を消し、次に新しい身元を与えて洗脳すると話す。父親は彼を自分の私生児だと言えばいいと提案する。そして先祖を認めて家族に戻れるように姓を墨に変えさせる。僕やすなりは父が私生児とは何を意味するのかと尋ねる。父は飲み物を一口飲んで想像力を膨らませるのをやめるように言う。誰も課長の地位を奪ってはいないし、私生児でもいい。姓が墨であれば問題ない。僕やすなりは父は心配しすぎだと答える。評判に悪影響が出るのが怖いだけだ。父は、分かった、これ以上時間を無駄にする必要はないという。そして、僕やすなりにそれをやるように言う。僕やすなりは、計画を実行するために10人の大長老を連れていくと答え、彼らが持っている人員で、あの弱い液点を捕まえられないとは思わない。しばらくして、何人かの戦士が町の上空を飛び、液点の家に到着する。戦士が液天の家に入ったと報告する。そして彼らのリーダーはイーティエンの妹を捕らえて降伏を強要するという任務の計画を繰り返すつもりだと言っている。彼はロジャーを呼び、外に陣取って待ち伏せの準備ができていると伝える。何か変化があればすぐに報告し、建物を完全に占領すると付け加える。戦士はベッドにつくと命令を認め、標的を見つけたと報告する。リーダーが彼にそうするように命じ、戦士はイーティエンの妹を攻撃するために走る。ゲールルフ大尉が起き上がり、イーティエンも起き上がる。イーティエンは彼を攻撃して捕らえ、長いままっていたと述べる。リーダーはイェユーが捕まったかどうか尋ね、聞こえたら応答するよう要求する。その間にイーティエンは彼の首を折る。そしてリーダーは2番目の長老にすぐに応答するよう要求する。意識を失った時に彼の声が聞こえたら、イーティエンはイヤホンを取り出し、反対側に誰がいるか聞くために耳に装着する。彼は彼を捕らえたことを確認し、すぐに返す。リーダーは次に彼が誰なのかを尋ね、必ず捕まえるよう指示する。イーティエンは2番目の長老を窓から投げ出す。リーダーは建物の最上階に到達し、何が起こっているのか尋ねる。何人かの戦士が2番目の長老の近くに座り、そのうちの一人が彼がもう息をしていないことに気づく。リーダーは全員に警戒するよう警告する。この男は助けを呼んだに違いないので、この巨大な臨海の基地で彼以外に誰がもう一家に逆らう勇気があるのかと疑問に思う。その間、戦士の一人が周囲を見回し、そこに誰がいるのか尋ね、その人に姿を見せるよう要求する。イーティエンは近づき、素早く彼の頭を切り落とし、2番目を倒すと告げる。彼はシャドウアサシンを雇い、彼らにその技に気づかせて撤退させる。彼らの一人が、この男はシャドウアサシンを雇ったと述べ、他の者たちにすぐに散会するよう促す。イーティエンはスピードの才能を発動し、素早く彼らに近づき、彼らが彼のスピードを見ている間に彼らを排除します。彼らはその速さに疑問を抱き、戦士が彼を攻撃します。しかし、彼は攻撃を回避します。イーティエンは自分の速さを考え、隙を見つけ、シャドウブレードを使用して反撃し、シャドウアサシンを使用して彼らの逃走を阻止します。彼らを捕らえることに成功したリーダーは、建物の頂上に立ち、上の状況をすぐに更新するよう求めます。彼らが彼の声を聞いたら応答するように要求し、下にイーティエンを見つけると彼を捕らえるように命じます。さらに2人の戦士が到着し、イーティエンを攻撃しようとしますが、彼はすぐに剣を落とし、力の才能を使用して彼らを殴ります。そして彼らは彼のパンチを全力でブロックします。モアンはイーティエンがどのようにして彼らの攻撃の両方を受け止めることができたのか疑問に思い、その可能性を疑います。イーティエンは彼らを押しのけて叫び、彼らに向かって歩きます。
モアンはどうしてこんなことが起きたのか、自分はただのエリート舞踏家なのかと疑問を呈する。イーティエンはモーシャオベイの父モエンなのかと尋ねると、モエンはそれを認め命乞いをする。イーティエンが望むだけの金銭を差し出す代わりにモーシャオベイを殺したと明かすと、モエンは彼の前で頭を下げ、息子の死はイーティエン教を怒らせたから当然だと述べる。モエンは金銭は十分あると述べ、イーティエンに殺さないでと懇願する。しかしイーティエンは地面に顔を打ちつけ、申し訳ないが物事を目の内に摘み取るのが好きなのだという。イーティエンは復讐を一晩中放置することはないと宣言する。特に妹に危害を加えようとした者に対しては。そしてモアンのパーカーを着て彼らの家族全員を全滅させると誓う。場面はモイエの家に移り、課長の長老がなぜ10人の長老がまだ戻ってこないのかと尋ねる。モケンシェンは父を安心させ、臨海基地の10人の長老には不可能なことは何もないから心配する必要はないという。イーティエンの剣が突然窓から現れ、彼らの注意を引く。彼らは誰が待ち伏せしようとしているのかと不思議に思う。イーティエンが入り剣を取り、彼らが彼の命を狙う者を送ったという。しかし今彼らは彼が誰なのかと尋ねている。それを面白く思ったモカンシェンは彼がイーティエンだと特定し、なぜここにいるのか、10人の長老はどこにいるのかと尋ねる。イーティエンは心配する必要はない、すぐに地獄で彼らに会うだろうと答える。そして微笑みながらモカンシェンはイーティエンが何を言ったのか尋ね、急いで攻撃しようとするが、イーティエンは攻撃を回避しようとする。逃げられないのに課長は息子に呼びかけ助けようと駆けつける。その途中で倒れ、カンシェンを呼び泣きながらイーティエンを叱責する。イーティエンはそれが強大なアリから逃げるために使った秘術だと気づき、息子を殺そうとしたのかと尋ねる。彼は力を振り絞り、シャツが裂けるほど強くなり、息子を殺したいと宣言する。課長は彼を殴り押し戻し、攻撃の準備をする。彼はイーティエンに遺灰をまいても憎しみは薄れないと警告する。何人かの戦士が彼を救うために駆けつけ、暗殺者が侵入したので課長を守らなければならないと警告する。イーティエンはモイエが警戒したのは課長を殺した後だと述べる。課長はモイ一族はバカばかりだと言い、彼をその場で殺せと命じ、イーティエンは攻撃に駆け寄る。影の暗殺者を使って一撃で彼らを倒そうとする課長は、どうしてそんなことが可能なのかと疑問を呈する。イーティエンは偉大な戦士の戦闘能力を持っていると指摘し、剣で彼に突撃する。イーティエンは老人に挑み、彼の秘術がどれだけ続くか見てみようと提案する。課長は彼を叱責しながら剣で攻撃を続けるが、イーティエンは彼の攻撃をブロックし、互いに倒そうとする。家の外では若いマスターがそこに立っていて、モ一族には本当に偉大な戦士が戦いに参加しているのかと尋ね、彼の素晴らしい戦闘能力について語る。長老 Z は見るべきかどうか尋ねると、彼は焦ってはいけないと答える。ゲールウルフ大尉が彼らに近づき、状況がどのように展開するかを待ってみるよう提案する。課長は急いで駅天を攻撃しようとしますが、駅天は反撃します。課長は駅天が彼の攻撃を完全にブロックできたことに気づき、その速さに驚きます。駅天は再び走って駅天を攻撃し、課長は反撃します。彼の攻撃は地面を突き刺し、地面を壊す。彼はイーティエンがまたそれを避けたと考え、これ以上は続けられないと悟る。エネルギーを無駄にする代わりに、秘術がまだ続くうちにリンケに助けを求めるべきだ。イーティエンは彼に続けるように挑発する。彼を老人と呼び、それが彼の全てなのかと尋ねる。課長の長老は煙幕弾を使用し、イーティエンは彼が逃げようとしているのかと尋ねる。課長の長老はイーティエンが再び攻撃するために走ってくるのを振り払うのは難しいと思う。どこに行くつもりなのかと尋ねると、課長の長老はこの悪党がハイレベルのスピードの才能を持っていることに気づく。一方、課長の長老は彼が引き返すだろうと考え、イーティエンはそれが彼の好きなことなら付き合ってあげると言い、彼を攻撃する。
課長が倒れて立ち上がろうとする中、彼は秘術が長くは続かないと考えていた。イーちゃんはこれがモカの終わりだと言い、彼を襲おうと走り、地獄で再会するように言った。課長は彼に懇願し、彼らが持っている最も貴重な宝物をあげると言った。イーちゃんはなぜこの光景が見覚えがあるかと尋ね、持っているものを見せるように言った。課長は彼に魔法の玉を見せ、これがそれだと言って受け取るように言った。玉からたくさんの小さな槍が出てきてイーティエンを襲うと、彼はすぐに後ずさりしてそれを卑劣だと言った。しかし卑劣な手段しか知らないモイエからすると予想通りだった。課長は笑い、それには致命的な毒が塗られているので彼にとっては終わりだと言ったが、結局彼は彼の手で死ぬ。イーティアンは治癒の才能を使って自分自身を癒した。課長の長老は治癒の才能があるのにどうしてそんなに才能があるのかと尋ねると、イーティエンは槍を掴んで投げつけ彼を刺した。課長の長老は山に訪ねてこいという。ゲールウルフ大尉はなぜ兄のイーティエンがまだ戻ってこないのかと尋ねる。まるで妹のベビーシッターのようだ。イーティエンがそこに到着し、誰かが文句を言っているのが聞こえないかと尋ねる。イーティエンは彼を見て、イーユーの面倒を見てくれてありがとうという。ゲールウルフ大尉はやっと戻ってきたと答え、全てを終わらせたのかと尋ねる。イーティエンはもちろん今日から臨海基地にはもう一家はいないという。ゲールウルフ大尉はうわ、彼は厳しいと答える。イーティエンはイーユーはどこにいるのかと尋ね、暗殺者の誰も彼女をここに追跡できなかったという。ゲールウルフ大尉はここは安全だと答える。彼女は麻酔薬を飲んだばかりなので休んでいる。イーティエンは無事だと言い、それは嬉しい。そしてゲールウルフ船長は屋上はかなり寒いので下へ降りることを提案する。イーちゃんは同意し、ゲールウルフ船長はもう一家がいなくなった今次の計画は何かと尋ねる。イーティエンはユーユーに修行を始めてほしいと言い、ゲールウルフ船長は修行とはどういう意味かと尋ねる。イーティエンは同意し、普通の人がすぐに上達する方法はないかと尋ねる。ゲールウルフ船長は笑って、そんな方法は存在しないという。人々は資源の購入にお金を投資する意思がある場合にのみ向上できます。これは全ての著名な家族の子供が行うことです。イーティエンはそれがそんなに簡単なのかと尋ね、二人は家の中に入りました。キャプテンゲールウルフはまず2階の寝室にいるユーを見に行くように言い、イーティエンは彼に感謝しました。彼は自分の部屋で眠っている妹の様子を見に行きました。彼が彼女に電話すると、彼女は目を覚まし、彼を兄と呼び抱きしめ、彼が戻ってこないのではないかととても怖かったと言いました。彼は心配しないで、いつも一緒にいるから安心させますが、彼女は嘘をつかないでと頼みます。彼は自分の言葉を再度確認します。しばらくして誰かがモイエが全滅したと言い、責任者がどれほど強いのか疑問に思います。彼らは誰が到着したかについてコメントします。林家の若旦那林明智と偉大な戦士林氏を識別し、シャオユーはそこに立ち、林家が到着したことを幽林に知らせる。林明智は課長の遺体に近づき、林課長がこのような最後を迎えるとは予想外だとコメントする。彼はそれを調べながら、これがモケの秘密兵器、一族の宝である鉄の真珠ではないかと推測する。林氏はこの武器は不吉で、その広い攻撃範囲と致命的なダメージで形勢を逆転させる能力を所有者に与えると付け加える。彼はこの武器は予期せぬ状況で使用され、偉大な戦士でさえ避けられないと説明する。しかし彼らは逃げただけでなく、鉄の真珠の鐘の針でモチャンキングを殺すことにも成功した。彼は生存者によると殺人者は一人だけだったと述べている。したがって少なくとも彼らの強さは最高の偉大な戦士に匹敵する。彼はこの評価が正しい可能性が高いことを認める。しかし彼はこのレベルの能力を持つ人物が彼らの臨海基地の出身ではないかもしれないと懸念しています。
何人かの戦士が死体を集め、リンジーはアイアンファング騎士団も一族に対する力の誇示としてこれを仕組んだ可能性があるかどうか尋ねます。彼は彼らが送り込んだスパイからの情報を思い出し同意します。スパイの報告によると、アイアンファング基地の近くには王に進化する寸前の大きなモンスターのボスがいます。この差し迫った脅威はアイアンファング基地の存在に危険をもたらします。リンジーはいわゆる商業貿易ルートが実際には彼らの移民ルートであると示唆しているかどうかを明確にします。彼はそうだと思うと答えます。2つの基地が合併すると、新しい勢力と古い勢力は2つの派閥に分かれます。彼はリン一族はもはや単独で代表することはできず、古い勢力の派閥も率いなければならないと説明します。彼は鉄騎馬基地の強さを見せつけることを提案し、リンジー長老に何をすべきか理解しているか尋ねる。リンジーは頭を下げて同意し、森への資源を利用するよう招待する手紙を全ての著名な一族に自ら届けるという。一方、イーちゃんはバッグからエリクサーの瓶を取り出す。ゲールウルフ船長はエリクサーの瓶をいくつか見つけ、その価値について語る。屋敷全体よりも価値があるかもしれないと示唆する。 EU は本気かと疑問を呈し、 ETN はエリクサーが本物かと尋ね、すぐに返却するよう指示する。 ETN はようやく妻のためにお金を貯めたと付け加え、そのような品物を売る人に騙されないように忠告する。エリクサーの瓶を手にした ETN は本物で非常に価値があると保証する。彼はイェユーに一本差し出し、イェユーはそれを試して気持ちがいいと語る。イェユーは彼が本当に出発するのかと尋ねると、イェティエンはそれを確認し、彼が望んでいることがあるので千葉林へ向かっていると説明する。彼はモンスターの脅威が高まっているため、鉄騎馬基地が臨海基地で存在感を強めていると述べる。イェユーは二人のグランドマスターがモンスターを撃退できるのはそう長くないかもしれないと懸念を表明する。今はもっと積極的になることが重要であると強調する。 ETN は同意し、彼らの防御が弱まる前に強くならなければならないと述べた。イェヨーは彼が戻ってきたばかりなので出発のタイミングを尋ね、とどまることができるかどうか疑問に思う。 ETN は大丈夫だから心配しなくていいと言って彼女を安心させる。彼はキャプテンから体術の基礎を学ぶことに集中するようにアドバイスする。予定通りにエリキシルを服用し熱心に修行する。イェヨーは同意し、気をつけて家で待っていると彼に思い出させる。イーティエンは彼の出発を認める。彼は EU をゲールウルフ隊長に託す。隊長は笑いながら、兄の妹を自分の妹のように思って面倒を見ると約束する。孫方が通り過ぎると、ゲールウルフ隊長は車に赤い旗がかかっているのに気づき、アイアンファング基地の人々が到着したことを示す。イーティエンはその出来事の規模に驚き、孫方はそれが確かに臨海基地であることを確認する。笑いながら到着を知らせるイーティエンは、それが孫家の車列かどうか尋ね、バイクに乗っている人物が孫方であると特定する。システムウィンドウには孫方に関する情報が表示され、彼の修行の才能は好意、剣の才能は注意であると記載されている。 ETN は彼の高いステータスに感心する。 EU は煙で咳き込み、やりすぎだと叫ぶ。一方、 ETN は自分がなぜこの状況にひどく感じているのか疑問に思い始める。彼は出かけようとしていたので中に入ることにした。イェヨーは彼の安全を願うので、ゲールウルフ船長はもう出発するのかと尋ねる。その後シーンは千葉の森に移り、イェティエンが到着し、その男爵位についてコメントする。辺りを見回すと動物の足跡に気づき、それが黒狼ヒョウのものだと判断した。黒狼ヒョウを見つけることでスピードの才能が強化されるかもしれないと気づき、イェティエンはそれを探すことにした。強い元素力の変動を観察している間、彼はモンスターが近くにいると感じ調査することにした。彼は巨大なゴリラが金竜ヒョウを攻撃しているのを目撃した。彼は
それが黒オオカミヒョウよりも強力な珍しい突然変異種である金竜ヒョウではないかと考えた。彼はアポのティアスピードタレントである彼らのスピードに注目し、ゴリラはおそらく最高の偉大な戦士に匹敵する戦闘能力を持つタカティアモンスターであると結論付けた。彼は2匹のゴールドドラゴンパンサーが中級モンスターであり、アポティアのスピードの才能を持っていても、ゴールドドラゴンパンサーを攻撃するゴリラを倒すのは依然として難しいだろうと認めています。激しい戦いの中、彼は頂点のティアスピードタロンをコピーする方法を考えています。突然、赤ちゃんの金色のドラゴンパンサーが現れ、彼の近くに座りました。彼はなぜもう一匹小さいのがいるのか不思議に思い、それが何を望んでいるのか尋ねました。それが精神の光を持っているかどうか考えてみると、小さな神竜パンサーは彼と主従契約を結ぶために精神の光を提供したいという希望を表明しました。彼の最も忠実な従者になることを約束して、イーティエンは声が女の子のものかと尋ね、話しているのが女の子かどうか尋ね、声はそれを確認します。次に彼はなぜ彼女が彼を主人として認識したのか尋ねます。彼女は彼から慈悲深いスピードオーラを検出したと答えます。システムウィンドウは彼女が頂点ティアの生来の才能を持つ金色のドラゴンパンサーであることを彼に通知します。頂点ティアのスピードタレント、中位ティアの耐久タレント、および初心者ティアのヒーリングタレント、イーティエンはスピード、耐久力、治癒力は全て強力な才能であり、自分は神獣であると述べています。金色のドラゴンパンサーは慈悲を懇願し、両親、特に妊娠中の母親が差し迫った危険にさらされていると説明します。彼女はイーティエンに彼らを救うよう頼みます。彼はそれを任せると彼女に保証し、小さなジンと名付け、彼を最初のペットにします。イーティエンはシステムウィンドウがアポティアの才能のコピーに成功したことを通知し、融合するかどうかを尋ねると、彼女に感謝し、融合を使用して攻撃することにしました。イーティエンは小さなジンが彼を高く評価していることを認めます。彼が手を差し伸べるのは当然です。彼は剣を抜き、小さなジンは彼の肩に落ち着きます。システムウィンドウは小さなジンの修行の才能がコーティアであることを彼に通知します。そのスピードの才能はアポティアです。剣の才能は中級、影の才能は初級、治癒の才能は最高級、そして力の才能は上級です。イーティエンは最初にリトルジンの弱点を狙うことに決めました。彼はゴリラに飛び乗って攻撃します。攻撃しながらその悪魔のような目に気づきます。金色のドラゴンパンサーがうなり声を上げ、イーティエンは彼らの前に立ちます。彼はリトルジンに自分が母親の霊光を持っていないことをすぐに保証し、敵ではないことを伝えます。その間、彼は薬の害薬が流産を防ぐためのものであることを説明し、安全であることを安心させ、彼女は彼の手からその害薬を食べます。オスの金色のドラゴンパンサーが彼に何かを言いますが、彼は割り込んで自分も一つ欲しいと頼みます。リトルジンは彼に感謝します。彼らはゴリラが走っているのを目撃し、彼はゴリラが逃げようとしているのではないかと尋ね、金色のドラゴンパンサーはそれに依頼てうなり声を上げます。イーティエンはゴリラを逃がすつもりがないことに気づき、最後までやり遂げようと決意する。高レベルの獣を倒すには3つの最高レベルのスピードタレントがあれば十分だと指摘したリトルジンは、自分も戦い方を学んでいるので3つではなく4つだと訂正する。イーティエンはこれに気づいて微笑み、最高レベルのスピードタレントがこれほど速いとは予想していなかったことを認める。ゴリラにそのようなスピードで攻撃を仕掛けながら慣れていないと感じた彼は、力のタレントを使ってゴリラに向かって飛び、パンチを打つ。2匹の金色のドラゴンパンサーが彼に噛みつく。ゴリラは痛みに叫び、激しく倒れ、彼らはすぐに彼から逃げる。イーティエンはその汚れた体を見て、まだ死んでいないと心の中で思う。その後、ゴリラはメスの金竜ヒョウを攻撃し、イーティエンは反撃してそれをノックアウトします。リトルジンはイーティエンに勝ったかと尋ね、
イーティエンは彼を抱きしめて勝ったことを確認します。リトルジンはいつか獣と一緒に戦うことを考えたことはあったかと尋ねます。イーティエンは床に倒れているメスの金流氷に気づき、ああメスの流氷が怪我をしていると心配します。リトルジンは母親を呼び、イーティエンは戦いの衝撃で内臓が傷ついている可能性が高いと指摘します。彼はこのような時のために常に治癒薬を手元に置いており、今こそそれを使う時だと言い、彼らを安心させます。彼は薬が彼女の内臓を治し、飲めば大丈夫だと説明します。薬を投与した後、リトルジンは感謝の意を表し、母親の体調がずっと良くなったと言います。イーティエンはそれは良かったと答えます。リトルジンはイチャンに近づいてくる黒狼ヒョウについて警告し、ゴリラを誘い出したのは彼らだと説明する。イティエンはこれを認め、彼らの立場からすると彼らは彼の両親にとって変わって森の新しい支配者になりたいと思っているようだと観察する。リトルジンはこの評価に同意したが、イティエンは申し訳ないがそれには同意できないと答える。彼が黒狼ヒョウの一匹を攻撃するために走り、もう一匹がうなり声を上げている間にそれを倒すと、イティエンはこれからは自分が彼らの支配者になると主張し、リトルジンを彼らに披露する。彼はイティエンに彼のお母さんの健康状態が回復し始めたばかりだと伝え、あまり歩きすぎないようにする。彼女は彼を見て何かを言うが、リトルジンはそれを大丈夫だという安心感と解釈し、感謝の気持ちとして彼に贈り物をあげたいという。イーティエンは贈り物が何なのか尋ね、洞窟まで彼らを追いかけ始める。もう着いたのかと不思議に思うと、小金はもうすぐ着くと説明する。それは先の洞窟にあり、彼らはみんな洞窟に入る。イーティエンは植物を見つけ、それは霊薬かと尋ねる。小金はそれを確認し、それはお母さんからの贈り物だという。しかし果物は熟すのに30日かかると彼女は言った。だから主人は少し待たなければならない。イーティエンは驚きを表し、本当に30日かかるのかと尋ね、それがどんな効果をもたらすのか疑問に思う。果物に触れようとしながら、彼はそれを確かめるのが待ちきれない。その間、メスの金流氷が赤ちゃんを産み始める。そしてイーティエンは頭を出して、もう少し押し出すと彼女は赤ちゃんを産み、彼は笑い、別の支配者が生まれたという。場面は1ヶ月後に変わり、果物は熟し、イーティエンはそれを見て、そのかぐわしい香りに気づく。もう熟していると思い、果実を摘み取ると、小金は、師匠、早く食べてください、という。エキテンは、自分がいかに焦っているかに気づき、笑いながら果実を食べる。妙な感じがして倒れる。小金は怖くなって呼びかける。しばらくして起き上がり、頭が痛いという。まるで精神力を得たような気がする。それは偉大な舞踏家だけが扱えるスキルだ。すでにそれを制御できることに気づく。自分はエリート舞踏家だが、才能検出範囲が50メートルにまで広がったと感心する。彼はこれで空中で才能をコピーできるようになったと思う。システムウィンドウは、金流氷の生来の才能、最高レベルのスピード才能、中級レベルの耐久才能、初級レベルの治癒才能について通知する。別のシステムウィンドウは、中級レベルの耐久才能と融合するかどうかを決定するように促す。彼は拒否する。耐久才能はあまり役に立たず、修行の才能のレベルアップを優先する必要があると考え、彼は立ち上がって家に帰る時間だと考える。今回手に入れた良いものに満足している。彼は立ち去りながら、とても助かったと言って贈り物をくれた金流氷に感謝する。彼らも彼に依頼ます。小金は自分も来ると言い、彼から離れたくないと言って彼の後ろを走ります。イーティエンは微笑んで、小金をきっと彼をとても気に入ってくれる人に紹介すると言います。小金は彼に感謝する。小金は外の世界はとても興味深いが、今まで見たことがないという。エキテンは外の世界はとても危険だと答える。森から出てくると破壊された都市が見える。
彼はここが第5アカデミーだと言い、長方は負傷し、他の士官候補生は全員死亡していると述べた。彼は長方に向かって走り、大丈夫か、ここで一体何が起こったのかと尋ねる。長方は目を開けて彼を見る。エキテンはありがたいことにまだ生きていると言い、彼に薬を飲ませる。これは高位のモンスターの血なので、まず彼のエネルギーを回復させようという。しばらくして、エキテンは彼らを強盗したのは鉄撃地の戦士だと言っているのかと尋ねる。長方はそれを確認し、モンスターが鉄が基地を完全に破壊したという。それで10万人が臨海基地に逃げた。強盗が横行し、すべてが混乱している。イーティエンは、現在基地の責任者は誰かと尋ねる。チャンバオは、リンケがまだ責任者だと答える。しかし、実際には、彼らは単なる名目上の人物だ。イーティエンは、自分が予測した通り、彼らが何とか乗っ取ったと答える。一方、EU はゲールウルフ大尉と練習する。彼は彼女を反撃し、彼女は倒れ、彼の木刀を折る。彼女はまた負けたというが、彼は彼女にはすでにかなりうまくやっていて才能があると安心させる。彼女は彼がよく教えてくれたからだと言い、マスクを外して微笑む。彼女はイーティエンを見て拍手し、走って彼を抱きしめる。彼がようやく戻ってきたという。彼は、彼女はとても興奮していると答える。そして彼女はリトル人を見て、彼の名前は何かと叫ぶ。彼はリトル人と答える。彼女はリトル人を手に取り、逃げ出し、彼の名前を何度も呼ぶ。ゲールウルフ大尉は笑いながら、イーティエンが自分よりもペットを選ぶとは思っていなかったに違いないと言い、彼の方へ歩み寄る。イーティエンはゲールウルフ大尉を見て、彼の努力に感謝する。EU が今は武術の弟子になっていることに気づいたゲールウルフ大尉は、問題なかったと答え、イーティエンがアイアンファング基地の侵略について聞いたことがあるか尋ねる。イーティエンは聞いたことを確認し、家で何かあったか尋ねる。ゲールウルフ大尉は、ここはいつも安全だと彼を安心させる。ゲールウルフ大尉が去るとき、イーティエンも彼を見送りに来る。ゲールウルフ大尉は、イーティエンが去った後、シャオユーという少女がやってきて何かを落としたという。彼女は、アイアンファング基地の人々はこれを見た後、決して彼らを嫌がらせすることはないだろうと言い、彼に武道館の証である聖十字バッジを手渡した。イエちゃんは、それは彼女の親切だと思う。ゲールウルフ大尉は、その証を使う理由がないと付け加える。しかし、問題が一つある。イエちゃんがそれが何なのか尋ねると、ゲールウルフ大尉は、マゴホーという人物が何度もやってきて、彼に死闘を挑んでいると説明する。イーティエンはマゴホーという名前を思い出す。縄文で自分の才能を確かめたことを思い出し、マゴホーは鉄騎馬基地の4人の天才の一人として知られていると答える。城に入ってからマゴホーはエリートの武闘家を探し続けて一度も負けたことがない。エキテンはマゴホーは軽視できる相手ではないので慎重に扱うべきだと指摘する。そしてゲールウルフ隊長が自分の話を聞いているか尋ねると、エキテンは興味をそそられる。マゴホーは素早くエキテンの近くを通り過ぎ、バイクを止めてエキテンか尋ねるとエキテンはそれを認める。マゴホーはようやく戻ってきたので、なぜここにいるのか知っているはずだと答える。彼はエキテンに明日の午前10時に愛広場で決闘をしようという。賭けはブロンズランクの剣技で、エキテンは来る勇気があるか尋ねる。システムウィンドウは、イーティエンに修行の才能が高位で剣の才能が中位の魔護法について通知します。イーティエンは自信を持って、喜んで決闘を受け入れると言いますが、システムウィンドウは、高位の修行の才能が正常にコピーされたことを通知します。マゴホーが去るとき、ゲールウルフ大尉は、彼が衝動的すぎると言って心配します。彼は、マゴホーの強さは計り知れないと警告します。そして、イーティエンの現在の強さでは、彼は間違いなく負けるでしょう。イーティエンは、それについては知らないと答えます。一方、システムウィンドウは、イーティエンという名の人間について通知します。彼の修行の才能は高位です。スピードの才能は最高位です。
剣の才能は注意です。影の才能は初心者です。治癒の才能は最高位です。そして強さの才能は高位です。彼は自分の修行の才能がすでに高位なので、別の才能を重ねてみようと指摘する。次にシステムウィンドウが高位の修行の才能をコピーするかどうかを尋ね、それを確認すると、彼はステータスウィンドウを再度確認し、修行の才能、スピードの才能、治癒の才能が最高位にあることを確認する。一方、剣の才能は中位、影の才能は初級、力の才能は高位。彼はテラスに立って周りを見回し、明日の決闘を楽しみにしているという。場面は藍広場に移り、孫宝は林沢の功績記念碑の近くに座って駅伝を待っている。ある人物が、孫宝はまた新しい決闘場所を選び、これまで決闘に負けていないとコメントする。彼は、今回の不運な相手は駅坊という聞いたことのない名前だと思うと述べる。別の人物は、その名前は駅伝だと言い、駅伝はまだ子供だと聞いたと信じ、孫宝がなぜ彼と決闘したいのか疑問に思っている。彼は、対戦相手だけが不運なのではなく、おそらく輪郭の功績碑も破壊されるだろうと付け加えた。長老の一人は、決闘のたびに孫宝は機械を利用して一家の功績碑を破壊しており、わざとやっているのではないかと示唆していると述べた。別の人物は、鉄毛の基地が名家の影響力を粉砕し、今度はついにリーダーの番だと指摘した。